いいえ、アメコスです。あ、ヤンキーの出産祝いになんかボコボコにしてみたー。どんな企画それ。俺は企画に論理があったよ。お前がよく職質されるから職質されたら勝ちいいと思ってあったけど、今回なんかついタイトルになったから論理が書けようもないよ。ついにつきましたね。昔のね、奇祭月間っていうので湘南のヤンキーをポケモンみたいに戦わせるって企画あったよ。で、まあ、その企画の1回戦目にいた少女バッター、はいはいはい、彼がなんか DM をしてきたよな。今度スパリングしませんかって。その時 DM 終わったんだけど、3ヶ月後にどうしてもやりたいんですけどできませんかって言いまして、もう一回来た。もう一回来た、はいはいはい、子供が生まれるんで気合い入れたいですって来たよ。マジであんまいなくない。子供生まれるから気合い入れるためにスパーリングするやつ。お前たち気合いの象徴。気合いの象徴ではないよ別に。そんなではないんだけど、陽キャすぎて、まあ、高3で子供を産むっていうのもすごい。その最近少子高齢化をさ危惧してる。まあ確かに、うん、少子高齢化危惧系 YouTuber やそうやな。俺らからするとすごいありがたい。ありがたいっていうか社会に貢献してるような。なるほどね。覚えてる、あの少量バッター。いやもちろんこっちチームですよ。少量バッターゲットだぜ。俺とよろずのポケモンなんだ。うん、そうで、名付け親も俺らだし。あれらはあれかカスみたいな。ガネ言うな言うな。ガかカスとか言うのもいい試合だったんだけど、ね、いい試合トタチームのガと俺らチームのショールを割ったから戦って、うん、一応俺らのチームのやつが勝ってる。圧倒したやん。そう、圧倒、うん、この彼のプロフィールを言うとインスタ のちゃんと彼女のアカウントを貼る。で、その下にダチっていうので親友のアカウント貼ってある。マジモンの女絡みいらん。あー、マジモンの女絡み。マジモンかリムルならフォローしないでっていう。あー、ガチだ。そっち系なんだけど、今回その奥さんが来るってことだから、うん、奥さんの前で旦那がボコボコにされる姿ってのもちょっと楽しんでほしい。まず容赦なく言ってほしい。母さんももうやめてやめてってタオル投げ始めてで気合い入れたみたいなのまでやってほしい、はい、今回はデスマッチ。デスマッチ倒れるまでやるっていう。じゃあ早速行ってみましょうか。はい、うわっつぁー。じゃあ行きましょうか。行きましょう。挨拶は押すと大きい声にしましょうって入ってるから。いるそういうの。入るときは挨拶しなきゃいけない。よろしくお願いしますよ。レンタルジムだけど、はいはい、道場のルールだから。行きましょう。押す。あっ、おお、いいね。押す。おお、ちょっと言わずに。よろしくお願いします。よろしくお願いします。道場破りだ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 。確かにダメだ。お前です。おお、だし男女雇用機会、均等法を意識した空手かな。令和だから。令和だからな。男女で。男女でそこに差をつけたくないから。ここでね、じゃあスパリングするんですけど。まあまあ、ちょっとあれか。ちょっとあれだな。ちょっとまあ、あれですね。ボクシングじゃなくて、道場。道場みたいな。グローブもさ、めっちゃペコペコのさ、その素手みたいなやつなのよ。綿が抜け切ってる。綿抜け切ってるからさ。俺も最初びっくりしたんだけど、うん、あれでかい方がやばいと思うじゃん。あ、でかい方がやばいと思う。うん、普通の人は多分でかければでかいほどやばいなって思うんだけど、うん、意外とこれ格闘技あるからちっちゃい方が効く。そうそうそう、すでに近い方が効く。で、あのまあ割とちっちゃいグローブの方がダメージがあるんだけど脳に効きにくい、はい、でかいグローブはダメージあんまないんだけど脳に効きにくい。あ、揺れるの。揺れる。はいはいはい。今日あの鼻まだ骨折してて、うん、感知してないんで、そのふざけてウェーイなしでお願いします。お前なし。なしで。今日スパーリングするとしたらお嫁さん。お嫁さんが子供。相手、うん、国手でガキ。まだ1歳くらいのね。お前、こんな子供と戦うの。ガキこ。ガキこれや。お嫁さん、どんなお前子供。あれね、まだその生後5ヶ月とか。え、生後5ヶ月だから。電動みたいにちょっと。クリームパンダみたいな。やってやろう。様子が結構教えてやってるから。確かに。ちょっと蹴って。もちろん、弟子だもん。弟子。結構ね、距離近めのインファイター。ああ、そう。お前、インファイターじゃないか。あ、詰める詰めるぜ、距離詰めて。あ、当たんない。インファイターすぎて攻撃当たんないの。距離感つかめてないよ。あ、距離感つかめてない。顔でいってる。え、あ、タイ座った場合だろ。こういくやん。いや、バンってやる。こうやる。ちょっと押して距離を置いてやるの。いや、俺の教科書と違う。インファイターだよ。あ、俺インファイター。インファイター。インファイター。いつもここでスパリングするときは大体してなくね、別に。本当にそんなにガチガチガチ近すぎて逆に遠いみたいな。今ガチガチ逆説みたいな。全然当たんない。いけて。だけどミドルでも結構うまい。あ、うまい。うまい。うわ、いい。怖いね。ケイルでいいですか。ケイル。俺も結構ね、インっていうかなんかね、サイドっていうか。サイド、サイド。サイドファイト。おお。反射神経トレーニングみたいな。後頭部だ。こういう、こう来てたんです。お前どこ
ここの部分。ここの部分。こっちだけ。全部仕事。俺結構ここで言うと相性俺の方がいい。確かに。これちょっとまっすぐ。俺は最短距離。これ後ろ。最短距離は最速じゃないよから。そうそう。こっちにみたいな。こう考えたら早いみたいな。実はこっちからの。こっちへのプロ野球のバットの振り方みたいな。野球経験者じゃん。おお。飛び切りした。すげえ。あすごい。あ。水拳。やあるけどさ、それ鉄砲みたいなやつだ。トーラオケみたいな。ルッパラブルースリーね。ブルースリーやん、これはそれで。これだけしかできない。もう水拳って昔は終われたわ。あー、あるよな、そうです。え、負けた。珍しいじゃん。本当に酔っ払ってゲロ。酔っ払いすぎて食べない、水拳。酔って負けてる。冷水に負けてる。冷水してる。冷水してる。冷水してる。水拳じゃん、水よ。ちょっと子供と戦う練習はしとこう。でもイマジナリーフレンドよ。子供と戦う練習。見えたもん、人に今。これ子供対子供。対子供。イマジナリーに慣れしすぎてうまくね。スパイゲームが。イマジナリーに慣れしてる。イマジナリーに慣れしてる。想像がうまい。そっか、俺もう見えるようになってる。お前らに。うますぎて。イマジナリーうまそうやな。見えるようになってくる。これどっか行こう。聞こえたね。委託してた方がいいか。いや大丈夫じゃん。なんかその頑張ってるやつでもきついよ。後がこうやって座ってて、前の俺らがこうやってやる。その方がまだいい。元田さんには行かせねえぜ。元田さん、元田さん先輩みたいな。俺らが前で門番みたいにいて、元田さんにたどり着けるかな。弱そう。弱そう。あれ結構いない。あれ二人。奥さん。おお。こんにちは。大状態だな。赤ちゃんいる。え、多くない？いや、ちょっと誰誰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 までいますよ。入ってきました。誰までいます。ああ、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 表紙です。おばです。おばまで来てます。おばまで来てます。授業参観みたいな。遠足とかじゃないの。あと息子さんにいつもお世話になってて。ありがとうございます。お世話になってます。お世話になって一回しか会ってないし。動画出れない人いますか？全然いけますか。全然腹くくってるわ。もうちょいちゃんと考えた方がいいんじゃないかな。ちょっと待って、ちょっと来てもらっていい？俺ですか。だいぶ雰囲気変わってね。マジ変わった。髪バチバチだし。確かに。え、どこが親子なんですか。ここが。ああ、ちょっと全員で喋る。ここが。ここがまず親子。はいはい。おばば。え、いとこ。あ、妹とか。あ、いいよ、いいな、嫁さんって。ファミリーや。で、子供。子供やな。めっちゃ赤子だな。え、何ヶ月？3ヶ月。3ヶ月？もう連れてきちゃダメだわ。え、で、今何歳？今19。19歳。え？18か。若いわ。年の差はすごいな。え？年の差は1歳。どういう気持ちで今回は来たのか。いや、やるから。まあ勝利終わったね、前回。あ、めっちゃ言われてるやん。息子の名前呼んであげて。バッタになるから、お母さんも。ガッとバッタだから。ガヤラマシっすよ。ガヤラマシ。え、この方はどのサラバッタどのサラバッタじゃないんだ。どのサラバッタは今日仕事に行ってんのか。ちょっとまあ今回スパーリングさせていただくってことで、フェイスガードっていう顔にね、つけやつあるんだけど、それ言ったら、つけたくない。つけたくない。つけたくない。で、マウスピースもお願いしたの。そしたら、忘れました。怪我したね。すごい。俺も一応体重63キロだから、まあ、3キロの差だから、まあ、ちょっと俺の方が有利じゃ有利だから、はい、そこも踏まえてやっていく。大丈夫。じゃあちょっと着替えて、はい、一回まあアップとかしてやります。はい、よろしくお願いします。お願いします。おもろー。変だなー。持ってきてないもんね。え、持ってきてんやん。持ってきてる。ボムでやん。うん。珍しい。ストリートすぎるだろ。喧嘩出身だとそうなの。確かに。俺がなんか運動着に着替えるのってストリートじゃないの。そう、お前アスリートだ。アスリートだろ。アスリートストリート。やだな。俺は着替えるよ。じゃあこれでちょっとやるのもちょっと。確かに。なんかお前そのちょっといきちゃったやつみたいなんすよ。なんでか運動着準備万端です。今日はガチなやつ頑張ります。俺あの持ってきてバッテージ持ってきて。恥ずかしいよ。出しゃばったやつ。出しゃばった。体育の水泳でここへの V のやつ入ってくるみたいな感じ。そうよ。なんならここ借りたのもちょっと恥ずかしい。ここへこうやってやる。そうよ。ストリートだもん。玉目だもん。確かに。ドーン。
ルールとかってどうします？想定はボクシングでしょうけど、いくらでもいい。ボクシングがいい。じゃあ2ラウンド。3にする？ガチでやろうとしてる。え、結構デスマッチに近いのかね。2分3ラウンドで。2分3ラウンド？あ、ちょっと想定してなかった。あ、マジで？じゃあもうガチガチの試合で。だから1分1点いけたの。どっちかって。なんで捕まるの？2分2でやって、今のところできなかったら、まあ、まあ、1点もらう。あ、違う。それ、よろずいいじゃん。世界。あ、世界じゃん。まあ、前回はそのポケモンみたいに戦わせるみたいなやつだったんですよ。一応勝利バットを獲得したのがここ2人なんですね。大きいわ。そうなんですよ。一応そのトレーナーなんで、ここは僕の手持ちです。手持ちポケモン。今回も、俺はこっち側を応援します。はい、やっぱり大切に育てたポケモンだから。一応今回もどうする？少量バッターでいく？名前は本名は何だ？長島純也です。純也、はい、ああ、少量バッターで少量バッターでしっくりくる、しっくりくる。あの時はめちゃくちゃ強かったんよ。正直ね、恐怖を覚えた。あ、そう、ちょっと今日見ました動画。見ました。もう顔が怖かったんですよね。殴ってる時とも意外と冷静で、多分笑顔で暴力振れるタイプなんですよ。冷徹な目をしてるっていうか、なんかゴミを見る目で殴ってる。正直 KO だったもん。いや、マジか。これなんかちょっと遊びのスパックやがらちゃった。そう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 。なんなら白黒つけて。いや、そう。しかもそのどっちかがくたばるまでやろう。くたばるって何？白黒じゃないの？そんな言葉使うの？で、俺もう最悪だよ。これ無理だわ。だからあとガキとか言う。いきなり方向変えて？ガキにやっぱそうそう。大人のチンコ見せてやろうか。いや、わかんないから。そうそう、ハイパンドゾーって言われたもんな。俺の大人のチンコ見せちゃう。グロすぎてない？ちょっとずつアップしていくわ。もうじゃあ、あ、それアスリートですね。あ、まあアスリートちゃんとストレッチもしてあります。めちゃめちゃ可愛くない？何何ちゃん？あ、コノハちゃん。コノハちゃんはコノハちゃんでいこう。ちゃん一番ここからの教育上に悪いものを見せることになる。そうですよ。大学がボコボコされたらもう、そうよな。あ、そういう時は目隠す。少量バット倒れてこうなった。タオルとかじゃない、泣くんじゃん。コノハちゃん泣くんじゃん。どう思ってんの、この旦那がこの血の気多いっていうのは。血の気多いでしょ。子供の模範になるような。そうだよ、もう手本なんで。慣れてます手本。慣れてないです。大丈夫か。首振っちゃってるもん。お前は俺を尊敬してるんだ。一番お前が尊敬してるんだから。尊敬してる。尊敬してるの。マジで。まずフェードにしなくて。髪型からじゃね。柔らか。入ってる。柔らか。柔らかい。いいね。向こうの雰囲気逃れちゃいけない。殴るの申し訳ねえ。殴ったら負け。でも容赦なくいった。もう容赦なく。それはもう容赦なく。制限を。マジで言ってる。無制限の怖さを知らないんだよ。気合いの入り方と違いますか。パンチだもんね。パンチ。わしはガチすぎるわ。ガチすぎ。怖いって。いや、俺も怖いし。じゃあこっちその幸せな家族の話で。お正月みたいな。お正月みたいな。ちなみに言うと強いです。あ、知ってます。動画見た。めちゃめちゃ強い。めっちゃ強い。もう俺も作戦はもうとにかく前に出る。俺に尽きるんじゃない。あっちはさ結構技術的に上回ってるから、うん、ちゃんと格闘技として戦ったら負けんじゃないかって思う。いや、まあ、負けないっすよ。技術でもだから俺はそのもう喧嘩みたいな感じの方がまあダメージ食らえるかなと思ったんだけど、あいつは結構インファイター気味っていうか。待って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 、キックないっす。パンチでしょ、ボクシングルールでしょ。じゃあ王じゃなくて今からボコされるんで、息子がボコされるんで王じゃない。どうなんだ、作戦とかあるんですか。もうガチガチ言って前に出てほしいって言って気持ちで負けるのが一番恥ずかしいよ。だいぶなんか気持ち落ち込んでない。落ち着かせ、落ち着かせ、落ち着かせてるの。カッコケ。カビカビ。そう。アップするからちょっと適当に。そう。動いた方がいいかも。準備運動とアップで。やり慣れてるよ。なんか学校でスパーリングしてるだけあるわ。
学校でスパーリングしてるのはご家族知ってる。注意してください。目的なんだ。ちゃんと注意してください。先生に言われました。あ、先生に言われたんですか。こちらはいつでも伝わるようにしてます。 OK です。もう大丈夫。半額つかみました。俺そのすぐつかまれた。連載すぎない。全体的にお前が出しゃばってる。出しゃばってる。これは正しい姿だから。スポーツなんですよね。喧嘩にアップとかないから。このハーちゃんやってみる。ミッドイチやってみる。かわいい。やってみようか。かわいい。打てんの。じゃあね、3ヶ月ではやらない。教えて。かわいい。かわいい。かわいい。打てんの。でもこれはさ、やばくて。やばくて。ごめん。やばい。これ TKO ストップですか。あ、違う。試合してないです。はいよ。レフェリーいないから。可愛いと思ってもらいたいだけでしょ。そこまで分かる段階じゃないから。やっぱママじゃないとダメなの。ごめんね。闘志が出るじゃん。戦いのものの赤ちゃんとスパーリングって全く一気にやんだよ。すごい。一気に泣きやんだよ。また嫌われてるやん。じゃあキュートアグレッシブ働くよ。あ、ダメだ。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 ダメだわ。一気に泣き止むんだ。元ラムの言ったら、こっちチームです、実は。確かにこっちチームです。こっちの方が幸せだもん。こっちの方が幸せなの。意気込みお願いします。意気込みですか。まあ、前回と一緒、ボコボコにします。血の結束は。ちょっと周りも頑張ってってほしいです。頑張れ。負けろ。負けろ。パパ、頑張れ。負けろ。負けろ。負けろ。ちょっと、このハちゃんからも欲しいな。ハッちゃん頑張るよパパ。すっげえ高所級。どうでもいいんだな。ハッちゃん頑張れよパパ。泣きそうやん。頑張りましょう。はい、お願いします。行きましょう。試合本番です。はい、お願いします。正直、うん、こんなガチだと思ってたんだけど、うん、ちょっとあマジかと思ってます。たださ、うん、その結局その知性の差っていうの。まあ確かに。だから。血の気とか、まあ、確かに大事だけど、うん、結局、イノシシは人間に勝てない。確かにね、銃とかさ、銃とかさ。で、今回、うん、お前が勝ったら、うん、キャタピーから1個進化させてあげる。いでよキャタピー。え、何なの俺。キャタピーの次なんだっけ。キャタピラ。キャタピラ。キャタピラになれんの。お前キャタピラになる。マジか。もっとかっこいいボケも。いや、リアル化にはなれない。キャタピーからキャタピラ。どこまで行ったそのディアルガに勝ったキャタピーでしょ。そうそうそう。最初は2分の、まあ、戦略としては、やっぱりストレートは強いから、ストレートだけガードする。最初はそうや。ボスみたいな。頑張ってください。頑張りまーす。おぉ。あ、そこも赤まで。オッケー。黄色は入ったら止めます。オッケー。はい。ということで、また召喚するときが来ました。はい。海以来ですね。海以来。半年の時を経て、パパになってました。はい。今回も、あの名前で呼ばさせていただきます。はい。行きます。行け少量バッター行け少量バッター行け少量バッター君に決めた。今回は完成が違います。やっぱり僕は家族もみんな見に来てもらってるんで、負けるわけにはいかないと。俺背負うものがある男って強いから。人数じゃないから。うん、そうやな。お前がそう、俺はもうお前がいい。じゃあ今回もまた紹介させていただきます。行けキャタピー。で、ミュートしてる。キャタピーキャタピーじゃない。今だから勝ってますから俺は。まだキャタピーなの。見たよな俺。で、今回この試合勝ったらキャタピラに進化させて。キャタピラ。キャタピラじゃない、バタフリーだ。あ、バタフリー。キャタピラ。じゃあ、今回よろしく。あ、僕は一緒ね。あ、僕が一人。まあ、相手も一人だ。そう。優秀なトレーナー一人。確かに。ちょっとあれ、少量バッターさ、負けてたら、コマハちゃんだけ連絡したらいいと思います。本当に悪いから。じゃあ、両方しようよ。いけ、いらんぞ。ボクシングルール。肘なし、足蹴りなしで、ドローバーして。はい。じゃあ、行こう。頑張りましょう。みんなに頑張りましょう。よし。レディー。なるほどね。
闘民族多分根っからと思うよあれは。あんたがいけ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 。うわ今気持ちいい。そんなんでこの葉守れんのか。そんな男にプラスとかないだろ。いやー